プライドを決めた。今シーズンのプライドでした。これ行った方でしょうね。今回はもうね、しょうがない、もうアウトローブレーキングダウン、最弱マッチね。別に何でもいいんじゃないですか。別にもう負けたら負けになるだけだし、もう勝たないと意味ないんですよ。もうそれだけよ。やっぱだって格闘技だからね。本当眼中いなくて。あの時オーディションで小競り合いになったかもしれないけど、なんか雑魚が出しゃばってきて、お前誰だよって感じだった。米はやっぱ黒にあんなこと言ったからさ、それはちょっと俺も気にならなかったから、ああいうふうになっちゃったけど、で1分間のそのやり方も分かったし、だから次はちょっと米をね、本気でちょっと俺もう出来上がってきちゃってるから。まあ、舐めてましたね、正直。全然練習もしなかったし、勝てると思ってたの余裕で。自分の甘えがあったっていうのが結果に出たかなと思います。まあ本当世間納得させるだけの戦いだから、別に相手が誰だろうが誰でもいいかなっていう。いつも終わらせるつもりで、毎回俺はそれしか思ってなくて、1分もそんなのね、遊んでらんねえなって思うから、うん、バチバチに殴って KO をさせたいなと思って。あんまりよく分かんなくて、そのに、うん、あの引退っていう言葉が自分にはなくて、でいつまででもやっていきたいなっていうのが、そう、やっぱそのどん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 こう若い子たちだったり、そうみんなジムにも入ってくるし、その中で、ね、自分がじゃあ何もしてない人間じゃなくて、何かをし続けてる、挑戦し続けてる人間にはなりたい、なっていたい、そこにはいたいなっていうのは自分ではある。やっぱ挑戦なんですよ。刑務所いた自分がここまでのし上がるのっていうのは、格闘技とかミクル君とかそういう存在があって、まあでも本当自分自身本当格闘家なんて言うつもりはないですよ、別に俺は。ただ負けたくないから練習してるだけなんだよ。負けんのが本当多分世界一嫌いだと思う。逆の一部が選手に分配されます。さらにシューティングギャラリータトゥー様より金一封が贈呈されます。因縁の対決です。高垣内バース米尾、さあ60秒間の佐藤、先に入っていたのは米尾、右を振った、打撃は米尾か、一回下がれ。高垣1分間を我慢しろ我慢しろ、そして感覚を掴んだと話していました。浜野雄一か、それとも米尾か、でもうまく避けながら右を入れていこうとしますか。両腕を振る米尾、最初20秒間が経過しました。優吾さんはここまでどうご覧になってますか。米尾君さっきスイッチしましたね、この辺りテクニック技術つけてきてますかね、うん、さあ30秒間経過です。ブレイキングダウンシックスでは両者ともにダウンを奪われて敗れています。どちらが強いか、高垣も前に出てきました。さああと15秒、打ち合いに行かなければいけません。ここはブレイキングダウンの世界です。1分間、さあ10秒切ります。高垣が前に来た、前に来た、この右足だ、一つ右が入りました。米尾の打撃です。被弾したのは高垣でした。ここで60秒間が終了しました。さあ判定決着へとつながっていきます。打ちのめすだけと米尾は言い放ちました。ブレイキングダウンシックス、黒石に延長の末敗れたのは米尾でした。一方そのシックスでは山川に敗れて今日の一戦を迎えたのが高垣雄一です。さ
さあ判定どちらに軍配が上がることになるんでしょうか。それでは判定です。ジャッジ朝倉ドロー。朝倉未来ドロー。ジャッジ優吾ドロー。優吾もドロー。2票入りません。ジャッジ秋山、秋山さんもドロー。さあもう30秒間残されていました。判定の結果ドローとなりましたので、これより30秒の延長に入ります。さあ延長決着へとつながっていく展開になりました。因縁の対決です。オーディションでは米音をつかみ合い、睨み合いの乱闘がありました。高垣裕二 6.5 で米音を相まみえることになりました。米音は朝倉海田と苦しいトレーニングを積んで今日この日を迎えることになりました。さあそれでは延長30秒間のゴングです。セコンドアウト。さあ30秒間中央で打ち合う。米岡深川木の位置か。焦るな焦るな。まずは最初の10秒を経過しようとしています。高垣入っていく。米岡すぐ下がった。右左当たった。もう一つ左米岡右フック。高垣を右を振る。さあ延長の30秒間はラスト10秒間。油断することは許されません。この延長で前回敗れたのは小妙でした。膝前に出た。さあ時間がなくなります。深川木前に出た。さあここで延長の30秒間終了です。さあジャッジの3人がどう評価するか。ここももしドローということになれば再延長も残されています。さあそれでは判定です。ジャッジ朝倉ドロー。朝倉未来またもドロー。ジャッジ優吾ドロー。 CO 優吾もドロー。2票入りません。ジャッジ秋山ドロー。秋山さんもドロー。判定の結果ドローとなりましたので、これより30秒の再延長戦に入ります。さあ再延長です。因縁の対決はあと30秒。スタミナはどちらに残されているか。さあ三久留さん、スタミナ勝負になりましたね。そうですね、ちょっと白黒つけてほしいですね、この二人は。さあセコンドアウト。決着はラスト30秒。セコンドアウト。何か黒い石が声をかけに来ました。高垣に対してです。白黒をつくか。30秒間。高垣は最初前に行った。小宮の左。どちらがスタミナ残されているかです。死闘対決になります。死闘決戦。海作さん、白黒つけてほしいですね。そうですね、もうここまで来ると最後まで見たいですね。高垣は右をもらう。小宮を2つ入れました。ただ高垣前に出ます。挑戦し続ける姿を見せたい、そう語る高垣です。さあ時間がなくなった。ここで30秒間再延長終了のゴングです。決着はつくでしょうか。ジャッジメントの皆さんは悩んでいる状況です。さあそれでは判定です。ジャッジ朝倉ドロー。ドロー。グレーのカードが上がりました。朝倉未来。ジャッジ優吾ドロー。優吾代表もドロー。ジャッジ秋山ドロー。秋山さんがグレーのカードを上げました。判定の結果ドローとなりましたので、これより30秒の再延長に入ります。再延長です。延長3つ目。高木さんが攻めてて、米尾君がカウンターを狙ってるような図式が続いちゃってるんですよ。30秒だからね、この組みてほしいですよね。打ち合ってほしいですね。セコンドアウト。ここはブレイキングダウンの世界です。さあ両者相当スタミナは削られているはずです。再延長の30秒間です。アウトサイダーのレジェンドたちが見せます。コメオが行く。前に出ようとする両者、固着はしない。これはブレイキングダウン。60秒間膝を入れる米尾。さああと15秒。左入った。高岸は被弾しています。先ほどの30秒間でも被弾しました。さあ米尾の手数はどうか。
高垣を維持、あと5秒、時間がない、体力削られる、そしてここで30秒間終了です。もしかすると立っているのがやっとかもしれません。高垣雄二、小名が崩れ落ちました。赤コーナー、それでは判定です。ジャッジ朝倉、赤小名、朝倉未来赤、ジャッジ優吾、赤小名、優吾代表も赤、ジャッジ秋山、秋山さんも赤に入れました。以上3対0をもちまして勝者小名。因縁の対決決着の時、小名が勝利しました。はい、ありがとうございます。12人抜きの気持ちが分かりました。いやマジで疲れるけど、本当にここの一戦にかけてて、海君のところにずっと練習してきつい練習本当積み重ねて、今日ようやくこういう結果が得られたと思います。これからももっと積み重ねて、これからもブレイキングダウンの顔としてこの舞台で暴れられるよう頑張っていくんで、これからも応援お願いします。ありがとうございました。うわっと、お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 っ